こんにちは、兄です。今日はですね、まったりとこちら HG ウルトラマン01を組み立てていきたいと思います。もうだいぶ前のガシャポンだよね。02も発売されて、今度03来るんだっけ。ラインナップはね、広げていくとこんな感じで、ちょっと横でごめんなさいね。ウルトラマンタイガー、ウルトラマンティガーマルチタイプ、イービルティガー、ゼットンというね、こういったラインナップになっております。今ね、ちょっとこう特撮セットっぽいような雰囲気でやってるんだけど、これね、実はめっちゃちっちゃいんですよ。引いていくと、ほら、引いていくとかなりお粗末な感じなんだけども、でもね、ここまで寄ればなんかそれっぽいでしょ。まあね、そういうわけでこの中は実はすごくちっちゃいので、さっきの紙切れもね、横にしなきゃいけないような現状で、はい、じゃあ一個ずつ組み立ててちょっとね、見ていきましょう。まずはタイガからいきましょう。ボディーパーツがこんな感じになっていて、すごいね、背面までバッチリと塗装してある。で、頭のパーツがこれ、はい、生首ですね、もう。で、こいつをここにぶっ刺すと、はい、キュッと刺して、そして足をくっつけよう。足、このブーツのこの V の字のところでこうね、切れてるんですね。で、こっち側ね、反対側もつけて、ちょっとね、ピンが甘くなる時があると思うんだけど、お許しください。なんせカメラとここまでの距離がめっちゃ近いんですよ。だからちょっとでもこのね、ピントが合わないエリアに入っちゃうと、一気にボヤボヤっとなっちゃうっていうか、よいしょ、手入れて、反対側も手入れて。 HG は僕台座があんまり好きじゃないんだよね。アルティメットルミナスも台座があんま好きじゃなくて、基本つけないでおくようにしてるんだけど、立つかどうか。あ、平らなとこだったら立つね。さあ、ここでどうかな。お、いいじゃない。立った立った。かっこいい。いいですね。ちょっと、この場面はあんまないっていうか、タイガーは結構都市部での戦いが多かったよね。ちょっと木とか生やしてたらいいんだけど、うん。でも、なかなかいい感じに台座なしでも立ちましたね。台座はこういうやつです。はい。じゃあ次はティガ行こう。ティガのボディはこういった感じで、カラータイマーがないんだね。これが頭の方のパーツにくっついてるみたいで、後ろ側もバッチリ。このちょっとツヤがない感じがすごくこうスーツっぽさというか、なんというかリアルな感じがする。で、頭のパーツがこういった感じで、いいですね、イケメンです。これをぶっ刺すと。まあ基本、作り方はタイガと同じような感じだね。で、足の部分、左右どっちだ、これでいいのかな、こうかな。で、反対側刺して、よいしょ、よし、手をくっつけよう。手を、これは左右は合ってるよね、左右は合ってるけど、この刺す向きが違ってた。よし、刺さった、はい、背中こんな感じで、正面こう、またまた真横でごめんなさいね。さて、立つか。お、立ちました。いや、いいな、やっぱ台座で立たないとね。ちょっと台座で立たないとじゃない、いや、台座がないとダメっていうのはあんま好きじゃないから。かっこいいね、やっぱりこうセットみたいな感じで見ると雰囲気が出るというか、なんというか、いや、いいですよ。そしてあれだよね、イービルティガーがラインナップされてるんだよね。だからイービルティガーと次並べたい。じゃあちょっとイービルティガー行きましょう。イービルティガーのボディはこんな感じです。渋い銀色というか、ちょっと黒っぽい感じなのかな。後ろ側もしっかりと塗装されていて、カラータイマー、カラータイマーあるよね、イビルティガだって。カラータイマーないですね。で、顔のパーツ、あー、顔なんかね、鼻先の部分に青い塗装がピッてついちゃってるね。ちょっといたずらして、なんか口の周りにくっつけちゃってる子みたいな、そんな感じになっちゃってる。
鼻こすったなみたいな感じ、ちょっと残念だな。で足をくっつけて、おいいですよ、なかなかいい感じで、手こうガバッと広げてるスタイルですね。よいしょ、あー頭取れちゃった、ちょっと緩いかな、止まりがなんかね、スポスポしてる。はい、いいビューティーが上がりました。よいしょ、ちょっと足が抜ける。で、あーこいつは難しい、こいつは台座なしでは、なんか頑張れば立つかもしれないけど、あ立った立った、うん、結構難しいね。今この地面の凹凸がちょうどいい具合にこうはまったから立ってるけど、平らなところだと立たないかもしれない。でティガーと並べたい。ちょっとイービルティガーを動かせないな、怖くて。こんな感じちょっと平らじゃないからティガーも立ちづらいけど、ちょっと接近しすぎだな接近しすぎだな。だからこういう感じとかね、こうちょっと全部入んないけどさ、なんか手前にティガーがいますよ的な感じでね、うん、なかなかいいっすね。ちょっと顔の飛び散りが残念ではあるけども、まあしょうがない。じゃあ最後はゼットンか、ゼットンいきましょう。ゼットンのボディはこんな感じで、艶消しの黒にオレンジ黄色みたいな、結構バリッとした色味というか、汚し塗装とかそういうのは一切なしのベタッとした感じですね。背中側はポツポツの部分、銀色の塗装みたいなのが軽く塗ってあるのかな、ちょっと色がついてるように見えますね。で角のパーツ、これ角でいいの、触覚これが別になっていて、くっつけて、これなくさないようにしないとね。はい、こうキュキュッと止めて、下半身、はい、白のこの部分も汚しとかそういうんじゃなくて結構ベタっとした感じですね。で手、うん、いいんだよね、こっち向きで、入ってかないぞ、あれ違う、いやそんなことないよな、指のっていうか、この形でいったらこうのはずなんだけどな、よっと、あ入った、反対、あれ、あこうだ、よいしょ、はい入りました、完成でございます。おおいいですね。 Z ちょっと大きいのかな、後ろに置かないと入りきらない、立たない、お立った、ピント合い、よし来ました。そうだね、やっぱりちょっとややバリッとこう色がついていて、で黒で造形もちょっとこう潰れ気味だから、やっぱおもちゃっぽい感じが強く出ちゃうかな、うん、近くで見ると全然そうでもないんだけど、このねセットみたいな感じでいくとやや、うん、雰囲気的にはおもちゃ系な感じに見えますね。でタイガーとねこう並べたりとか、ちょっと向きが全然合ってないけど、こういう感じとかかな、いいですね、楽しいな。アルティメットルミナス結構大きめだけど、 HG はそこまで大きくないから、うん、集めやすいし、こういうジオラマ遊びとかもしやすいよね。すごいちっちゃいこういうセットみたいな部分でも、かなり雰囲気出せると思います。引いていきましょう。はい、引いていくとこんな感じな世界で遊んでいて、ソフビのね今の怪獣のやつ持ってくるとこんな感じなので、だいぶちっちゃいっていうのも分かりますよね。怪獣メーカーの怪獣とかはこれぐらいなので、あ取れちゃった、まあ、怪獣メーカーはだいぶちっちゃいんだけど、そこのサイズはね本当すごいジオラマ遊びに向いてるっていうか、こういうところにいろいろね建物とか、わーおー崩壊いろいろまあできるんだけどね、うん、まあなんかそういう感じで
いろんな遊びができると思うので HG 楽しいと思います。ゼロにもね買ってあるので、またね次ゼロにを開けてこうまったりとやっていきたいと思います。はい、それではまた次の動画で、バイバイ。